こんにちは。今日はですね、憲法学習で押さえるべきポイント3つお伝えしたいと思います。合格に必ず役に立つ情報ですので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではですね、私が2年目受験で行政書士試験合格した受験勉強の体験に基づいて、試験対策、勉強方法などをお伝えしています。それでは早速始めていきたいと思います。まずですね、この憲法学習なんですけど、結構憲法学習が結構手薄になっている行政書士の受験生って結構多いと思うんですね。私も最初の頃、憲法学習、ちょっと手薄になりがちでした。ですけど、やはりこの憲法からですね、例年5題、5問出題されますので、ウェイトとしては大きいですし、もちろんいろんな行政法、民法の、そもそも基礎となる法律ですので、ここを怠ると、やはりちょっと合格が遠ざかってくるかなと思ってます。私、2年目合格した時にですね、自分で目標にしてたのは、憲法、5問中、4問ですね、正解できるようにということで目標で進めてました。ウェイトで、点数で言うと、20点中16点ですね。16点です。結構やっぱり大きいと思います。民法、行政法、どこまで点取れるかっていうところ、やっぱり読めないところも当然ありますので、憲法でですね、きっちりと5問中4問、取れるように目標として進めることを皆さんにもお勧めします。実際私2019年、合格した時は憲法はですね、5問中4問、正解することはできました。やはりこの憲法ですね、大切だっていうことで、例えばこの憲法の条文問題ですね、これを間違えるものに合格なしというようなことまでも言われてますので、憲法学習きっちりと押さえていきましょう。で、ポイント一つ目なんですけど、まずは判例型の知識ですね。で、この判例型の知識は例年繰り返し同じ判例が出題されています。ですので、ここの判例型の知識の対策としては、やはりですね、その過去問で出題されている基本判例、重要判例ですね、最優先で進めていくっていうことをお勧めします。出題される分野としては、表現の自由、それから人権、経済的自由、社会権といった分野の判例ですね、ここのところがやはり出題多くされてますので、こうした分野でですね、過去、出題されているところ、足別過去問なんかでもまとまっていると思いますので、まずはこの判例から優先的に、対策をしていくことがいいです。過去に問われた重要な判例とか、繰り返し繰り返し出題されている判例っていうのを、また個別にですね、問題解説の動画なんかも今後はちょっと配信していこうと思っています。それでポイント二つ目ですね。ここはですね、条文型知識のところですね。憲法の問題ではですね、この条文型知識ということで、その条文の知識をストレートに聞いてくる問題っていうのがやっぱり出題されてます。令和元年度の例なんかとってもですね、やはり国会の条文ですね、議員の地位に関する記述で、妥当なものはどれかということでですね、問題3で、出題されてますけど、ここなんかも、国会の条文、議員の地位のところですね、不逮捕特権とかいろいろあると思うんですけど、そうした条文がきっちり読み込んでいて、しっかり知識として身についていれば、必ず得点できる問題ですよね。だからこうしたところを、条文型知識の問題のところはですね、落とさないっていうことが大切ですね。こういうところで落としていると、やはりちょっと合格が、遠ざかってくるかなと思ってます。で、具体的にはこの条文型知識で出題されるところっていうのは、統治とあと天皇ですよね、のところから主に、条文型知識ですね、こう、出題されます。統治のところっていうのは、具体的に言うと、国会、内閣、司法権、財政などですね、ここのところの条文をですね、しっかり読み込んで、その条文知識の精度っていうのを、もう高めていくっていうことに注力した方がいいです。で、ここはその条文の知識しっかり身についていれば、必ず得点源できるところなので、ここで落とすと本当もったいないですから、しっかりとですね、ここのところは必ず得点できる、得点するっていうぐらいの気持ちで、憲法の条文のところですね、きっちり覚えていくことをお勧めします。私も本当も令和元年度の受験の時はですね、憲法、この条文の知識の問題、出るっていうことですね、やはり当然分かってましたので、憲法の条文は本当にもう何回も読み込んで、ここは覚えていくようにしました。国会とか内閣、それから財政、それから天皇ですよね、のところ、しっかりですね、読み込んで覚えていくようにしました。2018年度もですね、だから2年前の試験の時も、この天皇のところですね、ここの条文の知識をストレートに聞いてくるやっぱり問題、出題されてますので、
この条文知識、制度、のところを高めるっていうことは、憲法の学習で、必ず抑えるようにして、貴重なですね、4点、8点取っていくようにですね、していってほしいです。それからポイント3つ目ですね。ポイント3つ目。こちらがですね、ポイントの1番と関係がするんですけど、判例問題ですね。判例型知識の学習をしていく上で、どうしてもですね、判例の結論だけこう覚えてしまうがちなんですよね。私も最初そうだったんですけど、ただその判例の結論だけ覚えているとですね、解けない問題っていうのがやっぱり出題されてるんですね。今回令和元年度でしたら、そうですね、問題6の例えば教科書検定の問題なんかが、判例型の問題として出てるんですけど、この問題なんかもその判例の結論だけ覚えているだけではちょっと解けない問題となっていて、結論に至る理由であったり判断基準ですよね、そういうところの知識がないと、正解が導き出せない問題が判例型知識では問われたりしますので、これですね、判例型問題の対策学習するときは、必ずですね、この、結論プラス判断基準ですね、この判例の結論プラスそこに至る理由、判断基準ですね。これきっちりとですね、セットで覚えていくようにしていくと、判例型の知識の問題が出ても、正解が導き出せるようになると思います。具体的にですね、この判例、先ほどポイント1のところでもお伝えしましたけど、また個別に判例問題の解説する、講義動画もですね、今後配信していくので、そうしたところでもですね、ちょっと注意点などをですね、お伝えしていきます。まとめますと、憲法学習ですね、行政書士試験、受験勉強の中でですね、結構手薄になりがちなところでもあるんですけど、やはり主要なテーマですし、5問も出題されますので、ここはですね、しっかりとですね、対策して、特に、得点しやすい条文型知識のところですね、ここは私、得点源にしようと思ったんで、間違わずに正解できましたし、得点しようと思えば、憲法ですね、得点できるところなので、行政法、民法の勉強などで、やっぱり大変な時間とかかかると思うんですけど、憲法もですね、きっちりと対策を練って、抑えるべき判例、抑えるべき条文ですね、こうした知識をしっかりと身につけることをお勧めします。そうすればやっぱり5問中4問とか、いうのは、全然現実的に取れてくる点数だと思いますので、対策の方ですね、きっちり判例条文ですね、行っていただければと思います。それではですね、憲法学習の対策、また、個別にですね、条文とか判例の対策ポイントをお伝えしていきますので、本日は以上とさせていただきます。今後もですね、行政書士受験に必要な情報をお届けしていきますので、チャンネル登録まだの方はですね、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。